ウクライナ軍最大の奪還目標としているウクライナ南部のクリミア半島周辺では、石油製品貯蔵施設や石油精錬施設などにおいて相次いで爆発や火災が発生しているよ。4月29日にセバストポリ軍港近くのコサック湾にあるロシア海軍の燃料タンクで大規模な火災が発生し、地元当局者などの証言ではウクライナのドローン攻撃によって攻撃されたと主張しているらしいな。その他にも、5月3日にはクリミア大橋のロシア側のクラスノダール地方のボルナにある燃料タンクが炎上している動画が SNS に投稿されているね。さて今回は、クラスノダール地方の石油精製施設が炎上したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロシアのメディアによるとこの火災での死傷者はなく、消火に全力を挙げているとされているけど、出火原因についてはロシア側の一部のメディアがウクライナ軍の攻撃であるとしているものの、確認されている情報はなく攻撃によるものかどうかは不明なんだって。そして4日には同じクラスノダール地方のさらに東にあるロシア海軍黒海艦隊の基地の一つである、ノボロシースク軍港に近いイルスキーにある石油精錬施設が炎上し、消防隊によって2時間後に鎮火したとしてクラスノダール州の知事がテレグラムに投稿して伝えており、こちらについても西側メディアなどでは詳細は不明としているけど、ロシア側はウクライナドローン4機による攻撃で火災が発生したと主張しているほか、ロストフ州においても州内の石油精錬施設にドローンによる攻撃があり、火災が発生したものの消し止められたとして同州の知事が伝えているみたい。これらの炎上が報告されているロシア側の施設はいずれもウクライナ軍の支配地域からは距離があり、アメリカから供与されている高機動ロケット砲システムハイマースから発射可能な、長射程の GPS 精密誘導ロケット弾では届かないんだよな。また、ロシア側が主張しているようにドローンによる攻撃であるとしてもこれらの施設に対して、これまでにウクライナ軍が運用しているとされてきたドローンは戦争当初に戦果を上げてウクライナを救ったとして称える歌まで作られた。トルコ製バイラクタル TB2 などの大型のドローンでも飛行距離が短いために届かず、アメリカなど北大西洋条約機構NATO各国から供与された各種ドローンでも攻撃は不可能とされているぜ。そのためここ最近発生している、ウクライナ軍の支配地域から遠いロシア軍の占領地やロシア領内へのドローンによると見られる攻撃については、真にドローンが使用されたとするなら侵略戦争が開始されて以降にウクライナ軍が開発したものである可能性が高いことになるんだよね。そこで、ウクライナ軍が開発して製造し、保有していると見られる、長い航続距離を持つドローンに機種が注目されているよ。一つは、ウクライナ防衛産業企業ウクロボロンプロムが昨年10月17日に、最大 1000km の作動範囲と 75kg の弾頭重量を持つ無人航空機の開発がほぼ完了したとして発表したドローンで、詳細は不明で実用化されているかどうかもわからないけど、ウクロボロンプロムでは侵略戦争以前には、2022年末までにテストを終えて、2023年初頭までに実戦投入が可能となるとしていたことから、ロシアの侵略によって多少の遅れはあるとしても開発が完了している可能性が高いと見られているんだ。ただ弾頭重量が75キロ程度であることから、攻撃対象の目標は限られるとされているが、今回のような防備が脆弱な燃料タンクや石油精錬施設に対しては有効であると見られているぜ。またもう一つのドローンとしては、ソ連が崩壊した後にウクライナに在庫されていたソ連製の、ストリーシというジェットエンジンによって飛行する航続距離 1000km の偵察用ドローンで、2023年3月29日にクリミア半島中部のシンフェロポリ市付近にあるロシア軍航空基地付近で爆発が発生した際に、ロシア側のクリミア共和国のセルゲイ・アクショノフ首長がロシア軍がウクライナ軍のドローンを撃墜したと発表したドローンがこれだとされていて、ウクライナ軍では自爆攻撃型ドローンとしても運用されているのではないかと見られているよ。このストリーシュは正式名称をツポレフ141とされ、旧ソ連が開発して1979年から1989年にかけてソ連の西側国境地帯に配備され、
ソ連陸軍が北大西洋条約機構NATO加盟国の偵察に運用していたジェットエンジンを搭載する大型の偵察用ドローンだったんだ。全長 14.33 メートル、翼幅 3.88 メートル、全高 2.44 メートル。翼面積 10.0 平方メートル、全備重量 6.215 キログラムと大型の機体を、スマンスキー KR-17A 推力 19.6 キロニュートンというジェットエンジンによって、最高速度1100キロ毎時、巡航速度1000キロ毎時、航続距離1000キロメートル、実用上昇限度6000メートルとの性能を発揮するみたい。機体のデザインは、ダーツの矢のように後方にデルタ翼が配置されていて、前方には小さなカナード翼が配置されており、KR-17A ターボジェットエンジンは後部の垂直尾翼の下で胴体の中心より上方に搭載されている形になっているね。ストリーシュの機体は発射用の台車上から固体火薬ブースターで射出され、任務を終えて帰還する際は着陸後の滑走中に機体に格納されているパラシュートを開いて着地する方法をとっているため、繰り返し使用することが可能であり、敵の最前線から後方数百キロメートルまでの範囲を高速で飛行しつつ、地上からの遠隔操縦で偵察任務を遂行するドローンとなっているんだ。ストリーシュとはロシア語で天燕を意味しており、ロシア軍ではこの機体にフィルムカメラや赤外線画像装置に EO 画像装置、イメージングレーダーなどの多様な偵察用機材を積み込んで偵察や監視に運用していたが、すでに1989年には全てを退役とさせていたな。ウクライナ軍においても旧ソ連の崩壊時に数十機を保有していたもののやはり一時退役させていたのであるが、2014年のドンバス戦争において現役として復帰させ実戦に投入されており、現在も遠隔操縦装置などを近代化させた上で稼働状態にあるものが多数あるものと見られていて、偵察監視用機器を外した後のスペースに削薬を搭載して発射すれば長射程の自爆攻撃型ドローンとして運用することが可能ってわけだ。ロシアでは4日のドローン攻撃後から、モスクワにおいて GPS の異変が多数報告されているとして独立系メディアが報じており、GPS の誤作動によってタクシーの配車システムやカーナビゲーションなどに影響が出ていると伝えられていて、モスクワ以外の都市でもカーナビゲーションの誤作動などが報告されているというけど、この原因などについては明らかにされていないよ。また、ロシアでは5月9日が対ナチスドイツ戦勝記念日として毎年各地で盛大なパレードが実施されるんだけど、今年はこのパレードが今回の攻撃以前から多くの都市で中止されることが明らかになっているよ。このパレードは軍事パレードとしての性格が強く、プーチン政権が国民の愛国心を高め国威を高揚させるイベントとして最重要視していたんだけど、すでにロシア西部の9つの州の21都市において市民の安全を確保するためとの理由で中止が発表されていたんだ。ロシア第二の都市で、プーチン大統領のふるさとでもある西部バルト海沿岸にあるサンクトペテルブルクは、軍事パレードは実施するとしているものの、航空機による編隊飛行を取りやめると地元メディアが報じていて、例年最大規模となるモスクワ中心部赤の広場での軍事パレードについても、ペスコフ大統領報道官はドローン攻撃後に予定通り実施すると述べているが、こちらもプーチン政権が不測の事態を警戒して航空機による編隊飛行は中止されるのではないかとの見方が広がっているぜ。また、この戦勝記念日では軍事パレードの他に、独ソ戦で犠牲になった家族や先祖の写真を掲げながら市民が行進する不滅の連隊と呼ばれるイベントが実施されるんだけど、プーチン政権ではウクライナ侵略戦争で戦死した兵士の遺族が参加することで、戦争反対を叫ぶ抗議デモに発展することを恐れてパレードの中止を指示しているのではないかとの見方もあるみたい。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。